こんにちは、ふみです。本日はですね、未知の新星豪炎の百竜やっていこうと思います。私もまあこのね、復帰するまでの4ヶ月間全然パズルをやってなくって、昨日か一昨日初めてクリアしたんですけども、まあ、そのクリアできたパーティーを紹介していこうと思います。私とね、同じようにワンピースで復帰したよっていう方も多いと思うんで、ワンピース多めに編成したパーティーで、行ってきました。まずリーダーがですね、3次ループですねでやっていきたいと思います。まず、こっち側のリーダーの3次が、ね、アシストにマドゥの帽子をつけております。これはもう完全に列強化4つを入れたかったので、つけておりますので、まあ、別の武器でも大丈夫です。そして潜在がリダチェン耐性の遅延が2です。はい、そしてサブ、マルコですね、回復役として、そしてサブのエンハンス書き換え役としても使っていますと。でアシストがですね、忍さんの武器で一応毒耐性 80% なんですけども、まあ、ないよりはいいかなというところでつけておりまして、まあ、チーム HP もちょっと漏れますね。はい、で毒目覚め耐性の遅延が2。そして、マグニート、ここだけマーベルキャラですけど、まあマーベル2回コラボ来てるんで、まあ、持ってる方もまあいるんじゃないかなというところですね。無効貫通役として採用しております。で聴覚性は超コンボ強化で、アシストがですね、ウルドの懐中時計、こちらスキブ漏れて、ドロキョウも漏れて、でスキルでね、操作時間延長と無効貫通、そして6階上3食人ついていてとても強いです。潜在が上限解放の遅延が2ですね。はい、そして、ルフィの究極の形態が、聴覚性がダメージ無効貫通の、アルキオネの武器つけております。こちら2ターンヘイストで、属性吸収ですね、属性吸収が3ターンの間あるので、採用しました。潜在が上限解放の遅延が2。はい、でエースが、究極じゃない、ベースの方のエースで、聴覚性が無効貫通の、10連ガチャドラの武器ですね。バインド耐性がないので、ここでバインド耐性を補ってチーム HP も持っております。で潜在がダメージ無効貫通の遅延が2。フレンドさんの3時ですね、これちょっとね、この後やる動画のアシストとは違うんですけども、まあ属性変更比の、ね、まあ、列があれば、まあ、この武器ネルバとかでもいいと思いますが、動画では、杯の武器でやっております。そしてこれもね、ちょっとフレンドさんにいなかったので リーダーチェーン体制になってるんですけども、ここね遅延3つ以上つけたいので、自分で作れるよっていう方は、フレンドさん側は遅延が3つ以上で潜在はお願いします。そして、バッジは、攻撃強化にしてやっていきたいと思います。今回は、後付け実況ですね。はい、まず1階層から見ていきましょう。ここはもうヘイストをねどんどんしていきます。マルコと、ルフィとサンジのヘイストを全て使うんですけども、2個ヘイストした時点でサンジが上がるので、サンジを1回変身させてから残りのヘイストをしてあげてください。まあ、このヘイストの順番は別に何でもいいかなと思いますね。そこまで必要はないかな。で、片方のサンジを使って、列を組んで突破していきます。もうここから基本的にというか全部サンジループでやっていくので、もしねあんまり変換色がないっていう場面でも、サンジのねエンハンスは結構大事なので必ず使ってあげてください。はい、で2階層ですね、ここ吸収ありますけども、1階層のアルキオネの武器で属性吸収で3ターン継続しているので、このままサンジを使って突破していきます。アルキオネの武器めちゃくちゃ強いですね。私も作ってなかったんですけど、このために作りました。はい、ぜひ作ってください。はい、3階層、3階層はルーレットが来ますね。ルーレット結構このダンジョン多いんですけど、まあ、列組むだけなので今回は完全に無視していきます。はい、ここも3時を打って、突破していきます。まあ
基本的にこの辺は1列 あれば突破できるんですけども、後半になるにつれちょっと破壊的が出てくるかなっていう印象ですね。はい、そしたら4回、4階層時間操作時間半減が来て、困ってしまうので、ここはウルドの武器を使って、指を取り返していきます。で、サンジもしっかりと打って列を組んでいきます。しかもですね、これウルドの武器がですね、無効貫通2ターン継続なんですよ。これがまためちゃくちゃ強くって、次のね5階層、無効貫通の敵なので、このまま無効貫通組まなくても済むっていう形になりますね。はい、しっかりと三次使って列を組んで突破していきます。で、超根性とかはあの追撃がねリーダースキルであるので、そのままで大丈夫です。はい、突破していきます。はい、自滅ですね、自滅してくれました。とそしたら6階層、ここはまあ雲か操作負荷が来るかなと思いますけども、どっちも弾くので大丈夫です。ここも三次を打ってしっかりと列を組めれば突破していきます。まあ、ちょっとそのダメージのねどんぐらい組めば 100% 倒せるかって計算してないんですけど、まあ、怖い時は、まあ、2列組んじゃえば大体飛べますね。ルーレットもあるし、そこから取り出すのもいいかなと思います。で、7階層3種類の中ですから、今回はルネリスだっけ、ちょっと敵の名前忘れたけど、はい。で、今回ねこれめっちゃつながってるのと1個列になってないっていうので、飛ばしきれませんでした。バカですねこれはね中途半端に削ったせいで、お邪魔目覚めを食らってしまうと。まあ一応全然生きるんですけど、めんどくさいのでしっかりとワンパンしてあげたいですね。でもしかしたら水の敵とかは結構硬いのでツーパンとかになるかもしれません。っていうかなると思います。はい、そしたら8階層は無効貫通を組めば、突破できるんですが、今回ねちょっと1個前でお邪魔目覚め食らっちゃってて、全然火がね生成できなくって、数ターンちょっと早送りさせていただきます。お邪魔の量が半端なくって、ちょっと無効貫通組むまで時間かかったんですけど、はい、こんな感じで火が集まったらしっかりと無効貫通を組んであげます。でお邪魔はしっかりと消していきます。はい、こんな感じでもうここで半分ですかね。はい、次9階層は、無効貫通の敵か、今回の 85% 軽減の敵かですね。 85% 軽減の場合は列が2つあれば、ワンパンすることができます。今回はちょっと1列しか組めなかったの でなるべくね半分ツーパンする場合は半分削らないようにしたいですね。今回はなんかいい感じで削れましたけども、この半分より手前から2番狙っていきたいと思います。ロックされたら、まあ、エース使ってあげて、で3人使ってっていう感じでやっていきます。あの交換通の敵も2番になると思うんで、なるべく半分以上ちょっと削ってから2番かっていう形かな。そしたら10階は左が異常に硬いですね。はい、でスキル遅延がランダムに来るんですけど、今回ね3時に遅延を2つしかつけ、もう日本語が2つしかつけてないので、ここで3時が遅延されてしまうと3時ループがね崩れてしまうので、まあ、さっきフレンドさん側は遅延が3つ以上あるといいなっていうお話でした。はい、でしっかりと殴っていきます。左だけ残っちゃうと、50% 縦張られてさらに硬くなっちゃうので、なるべく同時に倒したいですね。まあ、でもこんな風にねちょっと残っちゃうんですけど、まあ、こんぐらいだったら、50% 張られても削れるんで、しっかりと3時で削っていきます。
でここでねちょっとマルコの後ろのあのなんだっけ威嚇の武器が溜まっちゃったので忍さんか撃ってから、ちょっと3時で突破していきますね。はい、マルコはもうちょっとスキル管理してあげて空打ちでもしてあげたらサブのエンハンスはかかるのでよかったかなと思います。はい、そしたら11回 D ですね。ここ離脱演されますが大丈夫ですと。で吸収火が来ないターンに削っていきたいので、ちょっと吸収じゃないターンまで、早送りですね。で水のやつ、水の敵が出た場合は、操作負荷が来るので、まあランダムなんですけど色は、まあ支障のない色だったらそのまま行って大丈夫です。火だったらちょっとマルコ使いたいかなっていう感じですね。だからマルコのスキル管理はしっかりとやりましょう。で、エリカの場合は覚醒の方来るんですけど、ここは、まあ、一応マルコなくっても耐久できますので大丈夫かなと思います。炎は食らうけどね。はい、で12回は、サブの攻撃力が実現されて分裂ですね。まあここもしっかりと2列組めれば、飛ばせるかなと思います。はい、ちょっと適当にね列を組みすぎているとね10コンボいかないっていう事件が起こりがちなので、しっかりと列以外に組めるところは組んであげた方がいいかな。はい、で13回はねこれ厄介なのが、フェンリルウィズが出た時に光15個先生でかなり盤面が荒らされます。まあルフィとかで5個先生はできるんですけど、まあめんどくさい、ルーレットもあるしね、まあ捉えられるんですけどちょっとめんどくさいですね、フェンリルウィズだけは。はい、カーリーはあれか、闇15個先生だけど、まあ、サンジが闇から火に変換なので大丈夫ですね。はい、そしたら14回、闇の方が出た場合は、普通に列を2つ組んであげれればワンパンできます。超暗闇目覚めはそのまま無視していきます。で光の場合は光花火なので、ルフィで5個潜水してあげて、で、あ、そうだダメだそれじゃダメなんだ、ルフィじゃなくってマグニートの後ろですね。で回復しながらしっかりと耐久してあげてから突破っていう形ですね。はい、そしたら15回、ボス手前です。ここは列組んでますね。はい、普通に列組んでるんですけど、2列組んでも、まあ、ギリギリ多分抜けないので、はい、でも抜けなくて逆に大丈夫です。ここあとはカウントダウンなのでスキルダメ見つかってもらって、で1のタイミングで突破で大丈夫だと思います。はい、ここで1のタイミングなのでしっかりと列を組んで突破ですね。ようやくボスまで来ました。はい、ボスはめちゃくちゃ硬くってですね、毒お邪魔目覚めが降ってきます。毒は弾きますが、まあ、お邪魔は食らってしまいますと。あと毎ターン結構毒生成とかもあるんですけど、まあ、一応毒は 80% なんですけど、食らう場合もあるので気をつけてください。でここでねまたマルコの後ろが溜まっちゃってて、ちょっとスキル管理が全然できてなくて申し訳ないんですけど、マルコはね半分切った時に使いたいので、まあ、なるべく、そこをちゃんと見てあげてください。で、ここまで後ろマグニートの後ろのウルカだっけを使ってなかった場合はここで無効貫通スキルを使うことができます。まあなくても普通に無効貫通組めれば削っていけるんですけど、使わなかった場合はラッキーですね。はい、列で組んで飛ばしていきます。ここギリギリ半分いってないですね。でマルコがあと2ターンなんでちょっと控えめにして様子見ようかなと思ったけど、これで半分削れちゃうんですが、まあ、一応、あ、
で半分削るときは絶対に回復を 100% してあげてください。はい、で消せない来てるんですけど、水消せないが確定なので、まあ、一応耐久はできます。光じゃない、火消してあげて、で回復もまあ節制してくれると思うんで、はい、こんな感じで耐久したらマルコが帰ってくるので、マルコ使ってサンジ使って、で私はねもうここで決めに行きますというところでルフィを使っています。いやルフィねめちゃくちゃ強いよね。コンボカさんもかかってドロキョンもしてくれて、で火も5個成長してくれるんでめちゃくちゃ強いですね。はい、これでもう、まあ、火も乗ったしということで、このあと30カーぐらいを一気に削っていく。ありがとうございました。はい、という感じで、3時3時の編成で見事クリアできまして、85個ゲットしました。でこのね石85個を使ってですね、このあとガチャ動画が上がります。はい、最後のワンピースガチャを引いてきましたので、そちらもお楽しみに。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。